訓練が実施されたのは厚岸町の山林で釧路総合振興局と警察が協力しクマスプレーの使い方などを確認しました先月、雨流町では同の職員が山林での調査中にクマに襲われけがをしていますクマスプレーの射程距離は4メートルほどで1回でおよそ9秒間噴射されるということです。足跡があったとという時にこう手に手持つとで 常にに注意を払っておくというのが大事になります山に入る際はクマスプレーを取り出しやすい腰などに身につけ音を出しながら歩いてほしいと話しています。